ちは、こんばんは。おはようございます。おっとりエディターです。本日は皆さんが大好きな企画、弾き比べでございます。さて、本日はどんなギターの弾き比べなんでしょうか。皆さんから向かって右側、ギブソン J45 2012年製、そして左側はこちら、ギブソンハミングバード2005年製となっております。どちらもギブソンアコースティック界の中では大変人気があるモデルでございます。どちらのギターを買おうかなと迷われた方も多いのではないでしょうか。本日はですね、この動画を見ていただければ、これからご購入をお考えの方やアコギ好きな方にはですね、かなりためになる動画になりますので、ぜひ最後までご覧ください。では3つの構成に分けてお送りしたいと思います。まず1つ目にスペック比較、2つ目にサウンド比較、3つ目にまとめということで、私の感想も交えつつお送りしますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速行ってみましょう。では簡単にスペックの説明をします。まずこちら、ギブソン J45 でございます。こちら2012年製となっております。ボディ形状の方がラウンドショルダータイプとなっております。この肩の部分が撫で型になっているのが特徴でございます。トップの方はスプルース、サイドバックの方はマホガニーです。ブレーシングの方はスキャロップド X ブレーシング、スケールは 628mm のショートスケールです。ではこちら、ギブソンハミングバード2005年製でございます。まずボディ形状なんですけども、こちらスクエアショルダーとなっておりまして、ドレッドノートと同じボディサイズとなっております。トップの方がスプルース、サイドバックの方がマホガニーのオール単板です。ブレーシングはスキャロップド X ブレーシング、スケールは 628mm のショートスケールです。いかがでしたでしょうか。スペックの違い分かりましたか。今見ていただいた通りですね、ほとんど同じようなスペックっていうのが分かっていただけたと思います。大きく違うのは1箇所、このボディ形状でございます。はい、この J45 はラウンドショルダー、そしてこのハミングバードはスクエアショルダーということで、ボディのサイズ感が違います。あとはブレーシングですとか、サイドバックの材、そしてスケールも同じでございます。このボディサイズが違うだけで、どれだけのサウンドに違いが出るのでしょうか。お待たせしました、サウンドでございます。同じマホガニーモデル、そしてボディ形状が少し違うだけ、一体どれだけのサウンドに差が出るのでしょうか。この2本ともですね、ギターの要とも言われますナットとサドルを良質な牛骨製に新規交換させていただいておりますオットリーやチューンズビでございます。そして弦の方はホスパーブロンズのライトを使用しております。あなたはどちらのサウンドがお好みですか。ぜひお聞きください。Thank you.
はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。サウンドの違い分かりましたか。こうして弾いてみると同じマホガニーのモデルでもこんなに違うんだなって改めて思いましたね。はい、日本に共通して言えるのはやはりこのギブソンらしい大味な荒っぽいラフド感っていうのはよく出てるなと思うんですけども、この J45 なんかはですね、圧倒的に前にバーンと出る力っていうのは強いですね。やはりこのボディのサイズが小さいだけあってレスポンスがいいっていうのも関係してくるんじゃないかなと思います。非常にこの歯切れが良くてザクザクっとした感じがこのギブソン J45 らしいサウンドっていう感じがしますね。このっていうこの歯切れのいいっていうのも特徴的でございますね。それに比べてですね、このハミングバードは同じラウド感っていうのはもちろんあるんですけども、結構ですねおとなしい感じ、しっとりした感じっていうのが特徴的だなと思いますね。一音一音に音のツヤがあるというかですね、非常にマイルドな感じです。このハミングバードはこの通称ハニートーンとも言われるサウンドで、こういったこの甘いマイルドなこのマホガニーサウンドというのがやっぱりこのハニートーンと言われる理由じゃないかなと思いますね。一音一音に重みがあるというのも特徴でございます。ですのでどちらかというと J45 と比べてちょっと大人な感じっていうイメージでしょうか。ちょっと大人しい、そんなサウンドによく合う、そんなギターじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この2本の音の違い分かりましたか。皆さんはどちらのギターがお好みだったでしょうか。ボディの形状が少し違うだけで、あとはほとんど同じスペックでもですね、やはりこれだけサウンドが違うっていうのは驚きではないでしょうか。どちらがいいとか悪いとかではなくて、まあそれぞれのですね、個性がありますので、どちらがお好みかっていうところだと思います。これからギターのご購入をお考えの方は、この動画を見ていただきまして、あなたに合った最高のギターと出会ってですね、楽しいギターライフを過ごせるように心から願っております。この動画の他にもですね、たくさんのギターの弾き比べをしておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日の動画の感想や、このギターにまつわる思い出話等ありましたら、ぜひコメント欄にシェアしていただけましたら幸いでございます。はい、ということで本日はギブソンの大人気モデル、ギブソン J45、そしてギブソンハミングバードの弾き比べをさせていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。お前で切るで切るで切る、だからで切るで切る。